こんにちは、シュです。いや、私昨日ね、実写の動画を上げたんですよね。そしたら、あれシュ、なんか左に指輪してねみたいなコメントがあって、まあ、ちょっとそれについて話そうかなと思います。まあ、沈黙を貫いてもよかったんですけど、やっぱりね、見てる皆さんにはそんな、まあ、嘘をつくのもあれなんで、あれなんですけど、いや私、いや結婚いたしましたね。いや、これは本当冗談でもいつものボケでもなく、いやガチでね、人妻ならぬ人夫になってしまったね私っていう報告動画だね。いや、みんなそんなとこまで実写見てるんだと思って、いや完全に油断してたね私、本当に。まあ結婚したからといって、まあ別に何か変わるわけでもなく、なんか私は今登録者がね100万人いるんですよね。まあ、ちょうど100万人って数字になってると思うんで、なんか100万人行ってキレがいいから結婚したとか別にそういうわけではなく、まあ普通にこうね結婚したっていう話なんだよね。別にね、そんなまだ言うつもりあったんだけど、まだ言うつもりはなかったんだよね。もうちょっと寝かしてから言おうと思ったんだけど、まあちょっとバレちまったもんはさすがにみんなに言おうかなと思って。ちょ、笑っちまったね。なんか私、シューが結婚って言うと普通めでたい話なんだけど、なんかちょっと面白くなって笑っちまったよな。なんかさ、よく YouTuber の方とかでもあれじゃない、アイドル売りの子とかいるじゃないですか。なんかそういう子とかってやっぱその結婚とか発表するとなんかファンが離れたりみたいなのあると思うんだよね。いや、ちきどうなんだろうな、がっつり離れちゃうのかな。いや、でもここでなんか人夫かっけえみたいな、人夫ガチ勢みたいな人に私の動画が刺さって、あれ人妻の対義語って何て言うの、人夫でいいのかな、この人夫にたまんねえみたいな、そう、新たな道を開拓できるんじゃないかなと思って。まあということでね、ちょっと報告動画だね。なんかタイトル結婚しましたとかにしてやろうと思ったんだけど、なんかそれでね、ちょっと人を釣るのもちろんあれなん、なんか私的には、まあ別にやってる人を批判してるわけじゃないんだけど、あれなんで、ちょっと特に結婚とかは匂わせないようなタイトルで、まあ普通通りで、ちょ、なんかいつも見てる人だけに伝わればいいなっていう感じで、まあ普通通りのタイトルになってると思うんだけど、うわぁ、ヨソリンとキャッシーの夫婦いた。やっぱり結婚するにあたって、その親御さんに挨拶はさせてもらったよね。いや、ちょっとね、 YouTube のことを、まあ、言うのか言わないのかみたいな、まあ、ちょっと濁したような気もするね。さすがにこの時期のウキウキな実況を見られたくない気持ちがありつつ、濁したけども片方にはバレてしまったみたいな感じになってた気がします。挨拶もね、あちきもね、動画テンションではやっぱいけないんだよね。動画テンションなら、こんにちは、やしゅです。今回は相手の親御さん、父親編だね。いや、まあ父親を攻略すれば、まあ母親もいけるでしょうってことで、まず父親いきます。あー、すごい、見てください皆さん。いや、眉間にシワ寄ってるね。これはなかなか厳しいね。でもこの眉間のシワが平らになると OK っていうことですね。それではやっていこうかなと思います。まあ、みたいにいかないよね。あ、どうもみたいな。まあ、そんなあちきもね、実況っぽくはいけなく、まあ、めちゃめちゃ堅苦しい感じで、言ったね。いや、でもあれだよね。多分、どんどんほぐれてって、いずれは、そう、なんか肩組んで、あ、お前も飲むみたいな。まあ、そこまでいければいいかなっていう感じがあるんだけど、まあ、でも結構ね、いい親御さんってすごい上から、なんていうのかな。すごい良くしてくださるね。すごい良くしてくださって、まあ、私みたいなね、ちょっと、無礼者なんですけど、良くしていただいて、そこはめちゃめちゃ私も、感謝ですねっていう感じです。はい、そんな感じでね、他に何か話すことあるかな。あ、でも分かんないけど、まあいずれね、あ、ちょ、話ちょっと変わるんだけど、なんかさ、こう嫉妬とかする人いるのかな、時にキャッシューみたいな。でも別にあれだもんな、なんか別に料理もできるわけじゃないし、家事もねしないし、まあたまにするね、家事はたまにするぐらいで、うわっち、まあ特にしないんでね、別に、なんか私に嫉妬する人いても、多分、いい人もっと全然いるよ。全然いるんで、まあ嫉妬とかあったらね、全然その辺にいると思うんで、いい人が。まあそんな感じかな。言ってな、さっきから。さあ、ちょっとね、私も、なんか実況動画撮るモードからご報告。これ実はスーツ着てやってんだよね。
みんなに誠意見せたくて、あの謝罪会見みたいな感じで。で多分ねコメント欄がすごいこの話題で埋まると思うんだけど、まあ、できれば今日だけにしてほしいかな。今日の動画全然いいんだよね、コメント欄自由に書いていただいて。ただね次回の動画から普通の動画に関するコメントをしてほしいんだけど、まあおそらく無理でしょう。次回の動画もこういう、まあ、しばらく続くのかなと思うけど、まあできるだけね、まあ、今日だけにしていただいたら嬉しいなっていう感じがしますね。だから私もねいずれね、まあ、数年後か数十年後パパになってる可能性もなくはないんじゃないでしょうかという。わしでもパパって感じじゃねえんだもんな。なんかさ仮にこう息子みたいなできてもなんか友達みたいな感じになっちまうんだろうなきっと。でも良くないよなそれって。例えばユータが生まれたとするじゃん。あユータゲームしねえみたいな、頼むよユータゲームしてよみたいな、マリ帰ろうマリ帰ろうみたいな感じになるかもしんないけど、それは父親として友達としてはいいと思うんだよね。ただな父親としては全然的にそのあれがないもんな、威厳みたいな。私結構舐められるで有名だからな。そこはね、でも大人になったら、まあもう結構大人なんだけど、大人になったら渋みが出てくんのかな。いやでも言うたな、マリオカートやってくんなくなったら、私いじけちゃうな。なんかさ、よく、こう、聞くのがさ、思春期の女の子とかいいんじゃん。お父さんと一緒に洗濯しないで、みたいな。お父さんの匂い映る臭い、マジジジイみたいな。あるかもね。え、シュー、マジキモいんだけど、みたいな。っていうか、シュー、お前早く動画撮ってこいよ、みたいな。やだな、そんな娘は。そんな娘はやだ。ちなみに、子供ができても子供に絶対 YouTube のことは言わないね。なんとしても阻止するね。これなんか、パパに似てないって。別に似てないけどね。どこが似てるんだろう。全然そんな感じしないよ、みたいな。さあ。まあ、そんな感じかな、話すの。他になんか、特にないかな。オッケー、いいね、縁起がいい、5位。さあ、結婚したことによって変わることは、まあ、動画投稿頻度、話す内容。まあ、何一つ変わんないかな。話す内容、まあ、特に話さない。多分、これ報告動画で話してるだけで、多分何かあったとか、普通に何もなかったことのようにする。逆なんじゃないかな。みんなが変わってしまうと思う。私が変わるっていうより。それこそ私に対する、なんかそうコメントとか、態度とか、今までなかったコメント、最近どうなんですかみたいな、そういう、みんなの方が、その、なんか私に対する見方が変わってしまうんではないかなって思う。なんか、しょこたんいるじゃないですか。女性の方。あの方最近確か結婚されてるの。で、なんか登録者1万人ぐらい減ったみたいな。だそれこそあれだよね。その、見てる方がちょっと変わってしまったみたいな。なんか、だからそういうガチ恋みたいな感じで減ったりするのかな。なんか今の時代どうなんだろうね。ガチ恋の人って誰がいるんだろう。その、有名な人で。なんかパッと見出てきたのが、女性のね、YouTuber かな。しかも VTuber の方が今多いかもね。そういう、アイドル売り的な、売りというかアイドル的な感じの方。さあ、私もね、これ結婚報告したからスパチャすごいんじゃない？スパチャ。なんかやっぱ子供？いや、いないけど、子供ってあれらしいね。なんか成人するまでに、3000万ぐらいかかるらしいね。だからあれだね、ちょ、ゆうたに、いない、いないけど、ゆうたに、こう、YouTube やってスパチャだけで人生生きてみたみたいな。いや、やだな。そんなやつやだな、スパチャだけで生きてみ。なんかモラル的にも、なんか人のお金でこう生きてんのもなんかすげえ嫌なやつ出来上がりそうだから。間違いね、まあスパチャをもらうことは多分みんなからないと思うけど、まあコメントとかね、普段動画見てくれるだけですごいありがたいんで、まあこれからもね、もしよかったら暇つぶしな時とかね、まあ軽くでも見てもらえたら嬉しいなっていう感じがありますね。はい、っていう、まあそんな感じかな。もう話すことはない気がすんな。だから多分私はね、何一つ変わんないのかなっていう感じがするね。だからさっきも言ったけど、まあこの話題に触れるのは、まあなんかあった時ぐらいで、まあ普段テックは全く触れないかなっていう感じだね。さあ、縁起がいいね、9位。ガチで縁起がいい。さあ、いいよ、アツくせ！いやー、熱すぎる！いけ、ポチャで終わろう！